山本格義は、日本の武術家。大東流愛奇柔術中高の祖、武田総閣の時期弟子。無限神道流愛術流祖、秋田県出身。本職は板前。大東流愛奇柔術を武田総閣に学び教授代理の資格を印加される。大東流愛奇柔術総主を名乗ることを武田総閣に許された。秋田県出身、本名、山本止吉。 大正3年3月3日生まれ、昭和57年1月30日死去。武田総閣の残した英明録の記録によると、昭和16年入門、昭和17年に教授代理を印果される。総閣から大東流愛機従術等の配置、東流剣術を学び後に無限新東流医愛術を創始する。武豪は武田総閣原正義の総閣の角の字と、 源の正義の義の字から一文字ずつを許されて、住吉、西郷最後は一等祭。本職は、板前で、第二次世界大戦後は、北海道函館市にて、後に、北海道苫小牧市に、柔ら新館道場を開設し大東流合義柔術,術、無限新東流以外術、藍津半電小野派一東流の三流派を名乗って、門弟の育成に努めた。主な門人に、 佐藤金兵衛、長尾善介、須藤城、橋本史郎、岩隈つとむ、宇沢勝彦らがいる。ありがとうございます。